第16幕ビッグブリッジの死闘。ビッグブリッジは西の方って言ってたね。超巨大大橋ってどんくらいでっかいんだろうな。楽しみなのです。旅の準備はしっかりな。向こうに見えてるのがあれか？すごい橋なのです。まさにビッグブリッジって感じね。上まで行くの大変そうなのです。でもこんなすごい橋一体どんな人が作ったんだろう。作ったんじゃなくて大昔の大人が呼び出したの。私はエイコ、この橋の管理をしてるのよ。橋を渡りに来たのよね。ええ、ねえ、さっきこの橋は作られたんじゃなくて呼び出したって言ってたけど、それってこの橋の本当の名前はアレキサンダーっていうの。え？大ミラージュビッグブリッジアレキサンダー。そう言われれば橋そのものからミラージュの気配がするのです。マジで生きてるのこれ？でっかー。だから召喚士のエイコが管理してるのよ。召喚士ってすごいんだね。エイコが呼んだわけじゃないけどね。ねえ、一つ聞いていい？ん？あなたたち、噂の丘からの大人？あーや。ええ、多分だけど。噂は本当だったんだ。お？ちょっと待って。予言が本当なら、ちょっとまさかあなたたち破滅を導くわけじゃないわよね。え？みんな赤の予言ばっか読んでるから知らないかもだけど、青の予言じゃ丘からの大人はクゼか破滅の分岐ってちゃんと書いてあるのよ。そういえばセーラ姫もそんなことを言ってたかも。マジで？覚えてなかったのです？こんな人たちにこの橋使わせていいのかしら。いやいや、きっとそのクゼの方に分岐するんじゃねえかな。クゼね。お？まあどうせエコがどうしようと予言が変わるわけないのよね。いいわ、行きなさい。でも破滅は導かないでよね。努力します。このアレキサンダーさんはどうやって上に送ってくれるのです？そこに乗ってアレキサンダーを起こすわ。起こす？普段はぐっすり寝てるのよ。だからエイコがちょっとだけ起こしてあげるの。さあ乗った乗った。おう、いつでもいいぜ。ワクワクなのです。よろしくね。
んか。ちょっと嫌だ。橋を渡りたい口かしら。いや、私が用があるのは貴様自身だ。やはり幻獣か。私を見てもなお戦うか。フェンリル、あなたはエイコと一緒だよ。まあいい、せめてあの娘のミストドラゴンよりは楽しませるんだな。それってリディアのこと？あなた、リディアをどうしたの？貴様が知る必要はない。だけじゃなくて、こんな仕打ちもあるなんて。終点。違うみたい。アレキサンダーさん、もしかしてもう寝ちゃったのです？おいおい、まさかこっからは徒歩しかないみたいだね。マジで？友達で高い丘の上の学校に通ってる子がいてさ、雪が降ると学校が休校になるのよ。なんでなのです？坂道が凍っての地区ですらないんですけど。
ったな。どうやったら進めるんだ。こうするのさ。真似してみろよ。教えてくれてありがとね。助かったよ。気にすんな。俺はバッツで、こいつは相棒のボコ。ところで、ここらで俺の名前をつぶやきながら人を襲ってるってやつがいるらしいんだけど、まさかあんたたちが。え？いえ、バッツさんの名前今初めて聞きましたし。そっか。いや、そんなやつがいるらしくてさ、噂を聞いてここまで来たんだよ。自分の名前をつぶやきながら人を襲っている人がいたら気持ち悪いのです。だよな。ま、タマの場合はたまたまつぶやかれてる場合が。0点！そんなシャレは0点なのです。むしろマイナスって感じ。嘘、またマイナス。上に行くのか。はい、そうです。じゃあ俺もそっちに行くかな。旅は道連れってね。俺、俺が子供の頃はまだ町にもいたらしいけど、今はもう見かけてもバハムート軍の兵士くらいだもん。あ、やっぱりそうなんですね。そういえばバッツも召喚士なのです。俺が？まさか。ボコとはただの…ミラージュの中でもチョコボとモーグリは人と一緒に暮らせるようなやつ結構いるんだぜ。そう言われれば
モーグリやチョコボは街中でもたまに見かけるな。アリスさんもモーグリと暮らしてるのです。まあ、あの人は水流のシルドラもいるし。面白いやつと知り合いなんだな。
っとな。やっぴねえちゃん、あのさ、橋がなければ渡られぬって言葉があってね、目的には橋がなかったら渡れないって普通すぎて逆に変な言葉だと思うのよ。だからさ、ですよね、話しかけて、ですよね、話しかけてごめんなさい。
トルだったな。勝利だね。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。言ってた。確かに名前を呼んでるのです。誰だ、どこにいる。バッツ、待たせたな。誰だ。え、知らない人なんですか。ここでやったの。なんでお前を探してたんだ。いや、俺に聞くなよ。ならお前を知ってるか。え？って俺が知るか。ラーンにツッコミをさせるなんてできるやつなのです。うまい。な
んだか忘れちまったが、ここで会ったな。100年目。あ、とりあえず100年にした。ほんと、とりあえずって感じ。適当なのです。そうだな。うっさいうっさいうっさい。お前らにこのギルガネッシュ様が見せるかね。しかし本当に100年目だったら100歳超えてるってことか。100って基本的にすごく多いってだけの意味よ。ここであったが100年目ってのは千載一遇、一生に一度くらいとか、そういう意味だからね。マジか、千載一個とか食えなくね。そっちなのです。しかもまだ食べることになってるし、敵のドライブが違う。私を呼んだか。俺を呼んだな。あとは任せろ。
ダンシュウみんなで殴るなんて卑怯だ卑怯罰なんだよ次は一人で戦おういや遠慮するお断り今日はここまでにしてやろうオーバーよあ落ちた結局あいつ何だったんださあまあ、とりあえず一件落着にしてほしいな。じゃ、縁があったらまたな。こえ。ああ、じゃあな。はい、縁があったらまた。乗ってくれないの？